で審査通らないというのはあるんですけども、まあ、こればかりはちょっとブラックボックスというかですね、まあ、僕の方で代行してですね作成するというのをやってますので、アドセンスの審査合格率どんなものなんでしょうかと、ブログ村、あと土日のアドセンス審査はやってないんでしょうかとかですね、あとアドセンスの審査の閲覧数とかですね、それが条件なのかといろいろあるんですけども、まあ、合格率っていうのを知ったところでどうしようもないですよね、まあ、あなたがもし絶対にアドセンスを通らなければいけないと、通る必要がある、収益化のために通る必要があるとなったらもう合格率関係なく受かるまでやるということなんですけども、僕はですねこれがアドセンスの審査がですねブラックボックスである以上ですね、無駄な労力かけてもどうなのかなというふうに思います。まあ、1、2回トライして、例えば3回トライしてやめるって決めてるのはいいんですけど、諦めてると決めるならいいんですけども、そうじゃなくエンドレスでやるのは無駄だなと。それだったらですね、僕もご紹介できるんですけども、アドセンスと同じくらいの収益が入る、広告会社